熱狂ラブライズ特別編、今日はこの2人に来てもらいました。では自己紹介お願いします。はい、鹿児島レブナイズオフィシャルチアダンスチーム、レイベスのゆうきです。レイベスのしのです。よろしくお願いします。はい、今シーズン限りで引退ということでこの2人をお招きしましたが、このレイベスでの何年間どんな思い出があるのか。メンバーはレブナイズのことがすごい大好きで、みんな鹿児島生まれ鹿児島育ちで、鹿児島のことも愛していて、本当にこのレブナイズを中心にこう生活が回っているメンバーたちと一緒に、まあ、あのコートで応援することとかパフォーマンスすることができてとても幸せでしたし、もうこれからの自分の人生の中で本当に大事な財産になると思います。やっぱりこうみんなもともと顔見知りで、まあ、いろんなこうご縁があって今回あのレイベスっていうチームで5人で活動させていただいたんですけれども、やっぱりみんなすごくチアが大好き、鹿児島レブナイズが大好きっていう思いが強くて、まあ、そういう思いを一つに、3シーズン一緒に、もう本当家族より一緒にいる時間長いんじゃないかなっていうぐらい、すごいもうみんなで一緒にもうたくさんこういろんな思い経験をして駆け抜けた3シーズンだったなっていう思います。今シーズンはしのさんもちょっと体調不良の時期があってちょっと抜けるところもありましたけれども、はい、そういう時もどうですか、仲間のことを見ながらどういうふうな思いで過ごしてたりしてたんですか。そうですね、今までもうみんなと過ごすのがずっともう当たり前のような感じでこうずっと来てたので、こうみんなと逆に過ごす時間がなくて、もうカプリとかでこう逆に自分がこうみんなのことを試合で見てる時にこうなんかやっぱりすごくみんなとこうあの場に立てないことがすごく悔しかったり悲しい気持ちでいっぱいだったんですけど、でもやっぱりすごくみんながたくさん励ましの声をくれたりとか、もういろんな場面で支えてくださったので無事に復帰することができました。リーダーは篠野さん不在の時はどういうふうな思い出になっちゃうんですか。誰か一人でも欠けてしまうとレイベスではないので、まあそのしのちゃんがいない分はもちろんしのちゃんの気持ちをしっかりコートの上まで持っていって、まあ、しのちゃんの分までしっかりやりきろうねって5人で5人じゃない、そのしのちゃん以外の4人で話してから試合に臨むようにはしてたので、もうしっかりあのしのちゃんの分までこうレイベスとしてあのいない間もちゃんとできたかなって思うけど、でもちょっと寂しかったです。お二人は引退というこの決断をしたわけなんですけれども、まあ残るメンバーたちにはどんな思いでこれから頑張ってほしいというふうな思いってありますか。レブナイズの専属チアということなので、まあこれから結果がいい時振るわない時はこうあると思うんですけど、まあどんな時でもこのチームに寄り添ってあの笑顔とか元気とかやっぱチアの一番こう与えられるものをずっとこう与え続けられる、そんなチームであってほしいなって思ってます。まあ、残される、まあ、3人っていうのは今多分不安だったり寂しい気持ちとかも結構伝えてきてくれ伝えられるんですけど、まあ、やっぱりこうみんなの良さを今後も引き続き最大限に出してもらって、でやっぱりその鹿児島レブナイズが好きっていう思いを大事にして、今後もまた新しいメンバーが入ってきた時にみんなのまた優しさだったり思いやりでメンバーを包んであげて、より一層レベスとして大きく飛躍していってほしいなって思ってます。2人にちょっと質問募集しましたのでちょっと答えられたらと思うことで、鹿児島市外の遠方でのホーム戦での思い出、一緒に宿泊してメンバーの意外な面に遭遇したことありますか。まあ、何回か宿泊したことがあって私はよくゆいなとゆねと泊まることが多かったんですけど、あの子たち布団に入ったら秒で寝ます。もうすっごろってはい。でもゆねが寝ぼすけなのかなっていう印象はすごいあって、なんかかのやに5人で最初のシーズンの時に泊まりに行った時に、なんかゆね以外の4人は起きてたんですけど、
ヨネだけなんかずっと寝てて、でゆかがこう必死に起こしていたようななんか思い出もあります。そしたらゆかちゃんに怒るんですよ。ね、もうなんかちょっともうみたいな。まあゆかはすごくこうヨネ起きてってこう言ってるけど、ヨネからしたら痛いみたいな。ちょっとそういうなんかユネの可愛い一面、はい、普段すごくしっかりしてるんですけどね、うん、可愛いなって違います、踊っていて思い入れのある曲を教えてください。ダンスパフォーマンスでは一番最初に19-20シーズンですかね、うん、に踊った一番最初に踊ったシンフォニーっていう曲があるんですけど、まあ、オープニングで踊らせていただいたんですけど、もうあのついにレイベスとして初めてのパフォーマンスが一発目がそれだったので、もうなんかすごい心のワクワク不安いろいろありながらみんなでこう踊ったのを覚えてるので、それが印象に残ってて、でもう一つはあのお客さんと一緒に4クォーターのオフィシャルタイムアウトでする黄金ソウルで、あのだんだん毎試合毎試合、うん、あの掲げてくださるブースターの方々が増えていって、もう最終戦ではもう周りを見渡したらみんなこうしてくれてて本当に感動しました。ありがとうございます。でも私もあの本当同じなんですけど、多分メンバー多分みんな多分同じなんじゃないかなってすごく思って、ダンス思い入れのあるパフォーマンスだったりダンスって、私もあの最初ゆきさんが言った通りで 2019-20 シーズンに踊ったそのシンフォニーっていうあのオープニングで踊った曲なんですけど、それがやっぱり5人で最初に初めて練習したダンス、ゆきさんが作ってくれたダンスなんですね。そういうのいいです。大事かなって思って、いやでも本当にすごく私その曲聴くと今でもこう泣け涙が出てくるぐらい、すごくなんかみんなでこう走り出したあの大変さだったりとか、いろんな不安もありながらあそこで初めて5人で踊ったダンスっていうので、すごく私も思い出に残ってます。はい、最後にそのブースターの方にメッセージをいただけたらなと思います。まずは3シーズン本当にありがとうございました。鹿児島の皆さんは本当にとても温かくて、あのいつも笑顔で、私たちがパフォーマンスしてくださる時もたくさん拍手してくださったり、あのアイコンタクトをしてくださったり、あのコートからあの皆さんを見る時はとても笑顔になれましたし、そのおかげであの笑顔でパフォーマンスしたり応援することができました。これからもレブナイズレイベスはもっともっといいチームになっていくと思うので、引き続き応援よろしくお願いします。はい、3シーズンありがとうございました。レイベスはやっぱりあのまだちょっと人数が少なかったり、まだちょっと日の浅いチームではあるんですけれども、やっぱり鹿児島レブナイズが好き、バスケが好き、チアが好きっていう思いは、人一倍強いチームだと思います。私たち2人はあの引退にはなるんですけれども、また新たなメンバーだったり残されたメンバーのまたダンスパフォーマンス、またあのいろいろな、経験を得て、またレイベスもどんどん大きくなっていくと思います。今後とも鹿児島レブナイズレイベスの応援をよろしくお願いします。インスタライブが行われるということで、インスタライブの PR をお願いします。はい、5月26日の8時15分よりインスタライブを行います。今まで皆さんにお世話になった分、皆さんに楽しんでいただけるよう、はい、レイベス一度盛り上がって配信していきたいと思いますのでぜひご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。強力な特別編、引退するレイクさんとしのさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。